メガネは2007年公開の日本映画。題名に特別な意味はなく、タイトル決定後に登場人物には全員、メガネをかけさせることにしたという。小木上直子の前作、カモメ食堂から多くのキャストスタッフを引き継いでいる。浜辺の宿、浜田を舞台に、都会から来た女性が島の人々と触れ合いの中で、落ち着きを取り戻してゆく。鹿児島県与論島で撮影された。 キャッチコピーは何が自由か知っている。人生の一瞬に立ち止まり、黄昏れたい。何をするでもなく、どこへ行くでもない。南の海辺に一人プロペラ機から降り立った女、タエコ。その小さな島は不思議なことだらけ。見たこともない不思議なメルシー体操なるものを踊る人々、いつもブラブラしている高校教師、春菜。 笑顔で皆にかき氷を振る舞う桜、ひょうひょうと日々の仕事をこなす浜田の主人、有事。マイペースで奇妙な人々に振り回され、一度は浜田を出ようとするが、自分なりに、黄昏る術を身につけていくタエコ。そして、タエコを追ってきたよもぎを含めた5人の間には奇妙な連帯感が生まれていく。しかし、その時間は永遠には続かない。ありがとうございます。